飼料価格の高騰に苦しむ養鶏業者を支援しようと、JR 仙台駅で県産のブランド卵の魅力を PR するイベントが始まりました。JR 仙台駅で今日から始まった君に夢中選手権。蔵王町や石巻市、白石市など県内8つの農場で生産された10種類のブランド卵が育て方の特徴やおすすめの食べ方などの説明とともに並んでいて、500円で好きな卵を6個選ぶことができます。眠れる森の卵2つ買ったので、1つは卵かけご飯にして、もう1つはスクランブルエッグ。こんなにあるとは思いませんでした。このイベントはウクライナ情勢や円安に伴う飼料の価格高騰に苦しむ養鶏業者を支援しようと県が主催しました。県によりますと、配合飼料の価格は2020年度の1トン当たり6万7000円から今年度には10万円に高騰していて、県産のブランド卵の魅力を知ってもらうことで消費拡大につなげたい考えです。宮城県にいろいろな銘柄卵がありますので、ぜひ食べ比べて、味の違い、また育て方の違いを知っていただければと思います。このイベントはあさってまで開かれています。